木村金華1936年頃木村金華5月17日から1960年8月19日は、歌舞伎狂言作者、歌舞伎研究家、松竹役員。本名は金之助。東京の牛込岩戸町で育った。父は、初代、市川佐団寺一座の役者で、金之助も、市川幸之助の名で子役を務めてから、文筆に向かった。1九百八年、 年長の友人、岡北郎と共に二代目、市川佐団寺の明治座に入って、工業主任となり、1912年、佐団寺が明治座を売り小築合名者専属になった時、金貨も小築に移った。1919年、赤倉富子と結婚した、五代目、沢村玄之介は、二人の愛の子である。1920年、小畜映画の第一号、島の女を、 監督、制作した。関東大震災後の1925年1月、歌舞伎座が再建会場した時、幕内部長、立作者代理となった。1928年、小畜の取締役になった。64の台本を書き、また、明治座物語、近世劇団史歌舞伎座編、森田勘也近世劇団編選手の劇団史を刊行した。さらに、 1936年から1940年まで演劇し、中央演劇を主催した。太平洋戦争末期の1944年、妻、富子を失った。戦後小畜を退いてから、カツ店を経営した。また、舞台美術連盟の会長を務めた。1960年に没、去年83、東京都品川区南品川4丁目の天竜寺に、 とみこと眠っている。ありがとうございます。